小松ジャンゴ。それで慌ててエンジン切った時、あちゃう溺れてるんやない言うて、でさっきまであのロープ出したり言うてた親父も、あんまロープちゃう、網出せ言うて、でもう慌ててね、僕網持ってきてバッと。すいません、たびたび先日はありがとうございました。いえ、そんな。ちょっと見ていただきたいものがあって。この傷やと思います。本当ですか？ずいぶん前のことやし、一瞬やったから絶対って言われたら困るけど、でもすごいびっくりしたし、目に焼き付いてて、やっぱりこの傷です。順調ですよ。少し気になることがあって。え、気になること？足の形が今の段階でははっきりしたことは言えませんが、もしかしたらお母さんの変形と変色の遺伝があるかもしれません。そうですか。まあまだはっきりしませんから、あまり深刻に考えず経過を見ていきましょう。今日さ、え、今日行ってきた。ああ、出会った。うん、元気そうやった。そうか。それで、え、やっぱり向こうでそのまま暮らすって、なんか好きな人がおるみたいやわ。へえ。やっぱり向こうで産んでくるわ。せやな、その方がええな。お前みたいに手術するにしたって魔法やんなんやから、何もかも人間になれるわけやんなんやし、こっちで書くことが大変やろし。ごめんな。別に会われへんわけちゃうし、大きなったらこっち戻ってきたらええんやし。せやな。ごめんな。え、何もね、すぐ話するわ。それやったら前言ってたステーキ屋行こうか。何がそれやったらな、もうほぼでけてんのに。お前も疲れてるやろと思って。そんなにステーキ食べたんやったら今日コロッケやから、それ食べてから行く。そんなに食べられへんやろ。誰やろ今頃。どうせお前の友達やろ。はい。突然すいません、あの、私先日インタビューにご協力いただいた芸工大映像研究部の石垣と申しますが。ああ、はい。奥様ですね。よかった、ご連絡先伺ってなかったので随分探しました。小松ジャンゴ。